ゆっくりの、怖くない話。高校野球の監督許せない。夏の風物詩、甲子園を楽しんでいた者が突然やらかした。2017年8月11日、阪神甲子園球場、広陵対中京大中京。中京大中京が序盤に2点先制するも、後半に一気にまくられて逆転負け。そんな時、2チャンネル、高校野球板にこんなスレが立った。中京大中京高校を爆破する。監督クビにしないとマジで学校爆破するぞ。やっちゃいましたね。いくら甲子園見ててテンション上がっちゃったからってアウトです。いくら構って欲しくてもそれはダメでしょ。記念マキコ、おい、大丈夫か。記念カキコ、まだ間に合う、消せ。間に合わねえよ。これは逮捕されるぞ。お前みたいに暇じゃないんだから迷惑かけんなよ。痛風しました。こんなカス操作するのに何百万という税金が使われるのか。そんなに使われんの？許せねえな。誰か通報してね。一言。今すぐ嘘です。ごめんなさいしろ。どれだけの影響出るかよく考えろ。俺も中京大中京に30万ほどかけてたから気持ちはわかるぞ。だいぶやられましたね。いやちょっと待てよ。高校野球にかけてたの君。野球賭博、お前がアウト。こいつも逮捕で。やっぱ2チャンネルって面白いですね。ちなみにこの人はその後書き込みませんでした。気持ちはわかるけど、まあ実際この程度なら逮捕されないけどな。日時指定までせんと逮捕までいかんらしい。多分ネラーが本気出せばアウト。明日から本気出す、のネラーが本気を出すわけないじゃないですか。わかった、俺も甲子園爆破する。お前もアホだな。図書館に甲子園が置いてあること知らんのか。一応通報しとくな。さすがにセーフだろ。祭りじゃ祭りじゃ、お金勝手に持ってき局専用。これはいかん。2チャンネルの評判を落とす行為はやめろ。素直に実しろ1、得だねよ。いやね誠治さんは確定です。いやねやろう記念マキコ。お前こんなことして正気か。みんなに迷惑かかるぞ。バイキング用、坂上。これはいけない。インターネットリテラシーが問われる社会でやってはいけないことだ。国営ヤクザテレビ局用。ヒアリカやれ。3チャンネル用。ここぞとばかりにテレビをネタに遊ぶ住人たち。しかし中には一に理解を示す者もいました。気持ちわかるな。気持ちはわかるが爆破はあかん。せめて生卵を投げるぐらいにしとけ。普通に逮捕されます。OB からは監督更迭論が出てきそうですね。気持ちはわかる。平田やめろ。クソ監督のせいで逮捕者が。どんだけ監督の采配悪かったんでしょうか。しかしここまでで1の書き込みはありません。もうすでにガクブル状態になっていることでしょう。このスレ立てて逃げたのかと思ってたら、他のスレに書きまくってるやんか。自分が今どういう立場になってるかわかってるのか。ここには書かずに他でやってんの。ちょっと見てみましょう。結構書き込んでいますね。このスレの書き込みは9時台なのでその後も色々書き込んでいます。今日の中京高橋の采配は高校野球史上最悪の采配。森氏の中京戦での伝説の満塁策超えたな。監督だけ甲子園から置いてきぼりにしろ。平田、お前去年エース引っ込めて負けたやろ。明日は我が身やで。平田はもう甲子園に置き去りにしておけ。もう二度と横浜の街を歩けないようにしてやってもいい。高校野球史上最悪の采配。などなど、色々と暴言を吐いていました。本当に逮捕された方がいいかもしれませんね。ヤフーニュース載ってたぞ。これはガチで逮捕されない。その日の夜、ヤフーニュースに載ってしまったようです。間抜けな監督にキレる気持ちはわかるが、ニュースになった以上は仕方ないね。残念だか。ヤフーのトップに載るってある意味東大に入るよりも難しいと思うよ。悪い方向だったらそんなでもないだろ。ニュースになってるし部活していた生徒は全員帰らされた模様。かなり大事になっていますな。開示だけでなくすでに署が業務妨害容疑で調べているってもうニュースになったからな。こりゃ 100% 捕まるわ。ご愁傷様。グッバイイッチフォーエバーイッチ。明日のニュースで会えるで。首にしたらええだけやのになんで逮捕なんや。何言ってんだこいつ。爆破予告犯に従って監督首にしろってか。一並に行かれてるわ。本人か釣りかが微妙だが、本人ぽいのが407のスレにいる。それまではあちこちのスレにレスしているのだが、9時頃からずっと同じスレに連投。このスレに1っぽいのがいるらしいです。見てみましょう。高校野球、監督首にしろ。2チャンネルに中京大中京の爆破予告。学校に警察出動。このスレに1っぽいのはいました。俺本人じゃないんだけど、これって学生でもアウト。未成年だから注意で済むとかないのかな。あと、漫画喫茶でスレ立てたとしてもバレる。内心に響くのかな。逮捕まで行くと思うよ。定額や退学。大学なら書類送検されただけで戒告がついて2回戒告ついたら大抵強制退学。高校生です。反省してることをアピールしてもダメ。刑事罰は受けないかもしれないけど社会的な制裁は家族含めて間違いなく受ける。今から自首したら軽くなる。取引とかして原型とか親にバレないようになる。本当にお前がやったのか。つかさ、通報者もその程度の書き込みで本気で犯罪行為が行われるとは思ってないだろ。書き込みした人間を懲らしめてやろうという気持ちからだろ。そんなんでいちいち警察を動かすなよ。そうだよね。本当に来るはずないですよね。上の人は来ないとは言ってないぞ。これって家に直接来るんですか？それとも一度警察に呼ばれて事情聴取とかされるんですか？結構長文のマジレスがつきますね。親にバレないっていうのは無理だよ。こんな長文に対しても。けど実際に爆破する能力も気持ちもなければ罪には問われないのではみたいに返しています。前、本人だろ。とんかつには何をかけるか言ってみろ。何言ってんだこいつ。ああ、こいつには爆破するつもりなかったんだなーって分かってもらえれば厳重注意で終わりませんか。モーニングはやっぱり小倉トーストなのか。なんだこいつ、会話が成立しないぞ。けど実際に爆破する能力も気持ちもなければ罪には問われないのでは。これに対して、そういうのは警察が他の書き込みや SNS を見て判断する、みたいなことが書き込まれました。Twitter 今から削除すれば間に合いますか？アカウントごと消せば大丈夫ですかね？もう完全に犯人のムーブじゃん。無理無理、相手は警察で司法手続きに基づいて捜査するんだよ。いろんな関係機関に開示要請してネット上に載せた今までの通信記録は全て丸見えです。予告したやつなら消しても無駄。関係なくてちょっと焦ってるならとりあえず通夜かけしとけ。巻き添え食らう前に、もうダメと。警察来るなら連休明けですかね。調べてみたら実施するときは犯人が分かってないときしか認められないらしくて、もう目星ついてたら出頭になるそうです。Twitter は鍵かけてあるので問題ないかと。そして、うわぁ、友達から連絡来た。こうして一もどきは消えていきました。果たして本人だったのでしょうか。そして、予告の書き込みの翌日。愛知、中京大中京工爆破予告容疑の男、逮捕。中京大中京工爆破予告容疑で男逮捕。ネットに、中京大中京工を爆破する、と書き込んだとして、愛知県警は威力業務妨害容疑で男、25、を逮捕。さっきのやつ関係なかったわ。なんであんな思わせぶりなこと書いてたんだ。そして愛知県警は仕事が早いですね。神奈川県警も見習ってください。南西にスレ立ってたやつか。どうやら南西にも同じスレを立てていたらしいです。だせー、2チャンネルって言っても、結局捕まるんだな。スレじゃなくてレスだったらセーフだったのかな、とふと思った。目立ちにくいだろうけど普通にアウトだろ。何のためにそんな低偏差値のドキュン高校を潰したかったの。実際に中京大中京爆発させたのは野球部監督だけどな。ちなみに野球賭博の追及は行われません。じゃああいつは助かったんだな。残念だぜ。高校野球板覗いてみればわかるがこのレベルの基地が2桁レベルでいる。南西もよく逮捕されてるから同レベルかそれ以上だろ。中京大中京工に爆破予告疑い、25歳の無職男を逮捕。インターネットの掲示板に、中京大中京工を爆破する、と書き込み、警察の業務を妨害したとして、愛知県警昭和署は12日、威力業務妨害容疑で名古屋市名東区犬山2の606、無職中川陽介容疑者、25、を逮捕した。全国高校野球選手権大会の同校の試合中に投稿していた、昭和署によると、中川容疑者は、応援していたが、負けていたため書き込んだ、と供述している。逮捕容疑は11日午前9時25分頃、自宅でスマートフォンやパソコンからネット掲示板、2チャンネル、に投稿を爆破するなどと複数回投稿し、昭和署員に爆発物を探させるなどした疑い。住所までさらされんのこれ。宝マンション名東院山という物件だな。分譲マンションだから親と同居ということか。家族がかわいそうですね。住所氏名までさらされて、こんな詳細に住所までさらされちゃうのね。間違い、警察の捜査で逮捕。正解、家族に付き添われ出頭。ソースは中京テレビニュース。記事の引用によると親に付き添われて自分から警察に行ったようです。それでも住所までさらされちゃうんだね。さらに実名まで報道されています。名前が報道されたり住所がさらされたりする基準がわかりません。いかがでしたか？これやって捕まっちゃう人の大半は無職か学生らしいです。働いている人はあまりやらないようですね。やはり無職は悪ということでしょうか。最近気づいたんですが意外とネタスレを立てたものの末路シリーズが好評なようです。皆さんこんなおバカさんが好きなんですか？今年あまり作っていなかったんですがもうちょっと作っていこうかなと思います。塾帰りの小学生を今から殺していこうと思う。ガキが調子乗りやがって、アメンボプラスという YouTuber を殺す。ゴミみたいな音楽作って垂れ流しやがって不快や。殺したいガチで、秋田県秋田市土崎港北うららら87の鈴木殺す。家に引っ掛けるぞかす。こいつらやばすぎだろ。と、このようにネタはまだまだあるので今後もご期待ください。ぜひ感想をお聞かせください。ご視聴くださりありがとうございました。また見てね。